はい、どうもこんにちは。今日はこちらのさつきがせというお菓子を紹介したいというふうに思います。福井ではとても有名なお菓子で、コンビニであったりスーパーであったり、あと駅の売店なんかにも置いてあるお菓子になります。お土産なんかでもよく送ったりもらったりするようなお菓子ですね。で、今日はこちらの4枚組のお菓子の袋を購入してきました。で、こちらの方一個一個丁寧に包装の方がされています。今日はこちら普通に食べるんじゃなくて、ちょっとアレンジした食べ方をしたいなというふうに思って購入してます。まあ、表のパッケージはこんな感じになってます。あと裏のパッケージはこんな感じですね。とても高級そうな、お菓子、まあ、とても高級なお菓子なんですが、4枚で400ちょっとですかねの値段になってました。あとネットなんかでも購入できるみたいなんで、こちらの方を1回食べてみてもいいかなというふうに思います。袋から開けると、まあ、こんな感じ、まあ、表にピーナッツがぎっしり詰まってますね。あと裏面ですか、裏面の方にも、まあ、ピーナッツが見えてるという感じで、もう本当にぎっしりピーナッツが入ってるお菓子になってます。あとすごく硬いんで、歯ごたえはすごくいいですね。今日はこちらを、普通に食べるんじゃなくて、別のものを用意しました。スーパーカップを、用意してます。このスーパーカップを、ボウルに入れて、さらにこのさつきがせを砕いて、一緒に混ぜて食べるということをやりたいと思います。今回スーパーカップの、アイスを、そうですね、5分から10分ぐらいですかね、冷凍庫から出して、ちょっと柔らかめにしてます。で、この柔らかめにしたやつを、ボウルに、移して、この柔らかくなったスーパーカップのアイスにさつきがせのお菓子を、砕いて、混ぜたいなというふうに思います。で、今、このさつきがせを手で砕いて、アイスと一緒に混ぜていきます。今回初めて、やって、食べるんで、まあ、どんな味なのかなっていうのはちょっと分かんないんですけど、まあ、前々から美味しそうだなと思って一回やりたいなと思ってたんで、今回動画にして、食べ方を皆さんに見てもらいたいなというふうに思って作っています。はい、こんな感じで、混ぜてますね。で、混ぜ終わったやつを今度容器の方に移します。はい、移し終わりました。で、ここにスプーンを乗せて、あとは食べようかなと思ったんですけど、これじゃちょっと寂しいんで、もう一つさつきがせの方を乗せたいなというふうに思います。さっきは細かく砕いたんで、今回はちょっと大きめに砕いたやつを2つ乗せまして、で、こちらの方を、いただきたいなというふうに思います。じゃあそれでは、いただきます。
いやー、美味しかったですね。今回、急遽作ったんですけど、まあ、サツキガセ普通に食べるより、まあ、こうやってアイスにして食べるのも美味しいなというふうに思いました。まあ、機会があればぜひ一度挑戦してみてください。それでは今日の動画、今回はこれで終わりたいと思います。また次回、お会いしたいというふうに思うので、またご視聴の方してみてください。ありがとうございました。